俺なんかはね、答えすぐ言えないね。これがいい、これが悪いって。武藤刑事は逆に、先に答えを言う。で、だから逆に、何を言ってるのか分かんないと、ね。で、後からこう説明していく。人によって話し方って多分違うと思う。で、俺なんかどっちかって言ったらこう、これとこれがこれでとか言って言ってて、だから俺はこれなんだみたいなね、感じで話を。そうだそうですよね。理路整然とこう。そう、ただね、それがじゃあ伝えられやすいかって言ったら、いや別に本当は、すぐ自分が思ってる答えをボンって言う。もうありなんだと思う。でもたまに武藤さんは先に答え言うんですけど、間違えてる時もあるじゃん。うん。まあでも自分が思ってることをね、意見を述べるというところで、いや、多分仕事なんかではさ、俺みたいな多分ダメなんで、いいか悪いか、できるかできないか、やったかやらなかったっていう、まあ、その、新日本の時なんかに、その、取締役とかやってた時に、まあ、その、外部のね、取締役の人たちなんかと、そういうメールがなんかバッてるときに、お前はメールが長いと。俺としては丁寧に書いてる。ここがこうで、ここがこうでと。だから今回は、こうすべきでやる。うん、間いらないって言われた。うん、何をするかだけ言えと。ああ、そっか。確かにその、自分も逆にみんなの話を聞くときには、その答えだけ欲しいと。だから、まあ、うちの子供たちはまず結論から言います。